はいどうもメチャネです。本日私はですね新宿は歌舞伎町の方にやってきておりまして、本日5月19日開業のですねベルスター東京ホテルグルーヴ新宿さんの方にね、今日一泊させていただくということで、まず本日はですねベルスター東京さん、そして翌日ですねホテルグルーヴ新宿さんの方にね宿泊させていただきたいなというふうに思います。いや歌舞伎町タワーがねできてから初めて歌舞伎町来ましたけど、めちゃめちゃ賑わってますね。ということで早速ねチェックイン手続きを行っていきたいと思います。行ってまいります。はい、エントランスですね。右手がねベルスター東京、左手が、ね、ホテルグルーヴ新宿となっております。はい、じゃあねチェックイン手続きを行っていきたいと思います。はい、そうです、そうです、島田芽衣子と申します。はい、ということですね、今レセプションがね結構混んでるみたいなので、1階でですね今とりあえずソフトドリンクをいただいております。ちょっとここで待機してチェックイン手続きを行っていきたいと思います。1階レセプションの方にはですね羽田だったりとか成田空港行きのねバスも直接来るみたいなんで、非常にこれはね便利じゃないかなというふうに思います。降り場所としましては東急歌舞伎町タワー行きというのがねあるみたいですね。はい、結構ねこういった作品が飾られてまして、 QR コードがね、ありまして、こちらで作品のね説明なども見ていただくことができるみたいですね。こちらの奥には、ホテルグルーヴ新宿さんの方につながっていると。はい、レセプションはね18階っていう感じですけど、エレベーターねシルバーだらけでなんかおしゃれな感じですね。結構西武新宿側ね見ていただけるような感じですかね。はい、はい、お花もねめっちゃいっぱいです。ありがとうございます。はい、承知しました。はい、はい、あ、直接降りると。はい、承知しました。はい、はい、あ、好きです。はい、はい、45階以上は、ね、ペントハウスとなってまして、まあ、別の、ね、電話番号からご予約を、ね、していただく必要があります。こちらは、ね、ペントハウスの、専用ラウンジからございます。はい、はい、緑色のところです。はい、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 失礼します。はい、とりあえずね今こちら、ジュニアスイートのお部屋の方にアサインいただきましたが、GHA のね特典でですねアップグレードの今ちょっと確認をしてくださるというところなので、まあ、簡単にねサーッとだけ写真画像を撮らせていただいて、基本的にはノータッチでいたいと思います。はい、すいません。こちらですね、ツインベッドルーム、ツーベッドルームの、デラックススイートの方ね、よかったらちょっと見ていただいてご判断くださいということでね、見させていただいてます。確かにね、広いんですけど、ご提案いただいた通りですね、どうしてもベッドルームが2つになるので、間仕切りがね、多くなってしまうので、よっぽどね、お部屋が2つ必要っていうことじゃなければ、ひょっとすると、ジュニアスイートとかの方が、開放的で使いやすいかもしれないです。はい、ということですね、今2ベッドルームスイートの方をね見させていただきまして、お部屋の方はね多分こっちの方が眺望もいいし使い勝手はいいですよということでね、一応見てからご判断くださいということで見させていただきましたけど、スタッフさんの、ね、おっしゃる通り、ちょっとねうちにはこっちの方が使い勝手良さそうなので、このままねご提案の通りこのままステイさせていただこうかなというふうに思います。ご対応いただきましてありがとうございます。ということでね、早速ルームツアーの方行ってみたいと思います。はい、ということでね、玄関の方に戻ってまいりまして、本日はね、エレベーターホール出て、こちらの角ですね。はい。これね、なんか富士山が見えそうな感じ。
西側っぽい感じしましたけど、ちょっとわかんないですか、雨なんでね。こちらのお部屋です。で、こちらのトグルスイッチになってまして、上がね、起こさないでください。下がね、掃除してくださいという感じで、エントランスのね、電気だったりとか、マスターのね、電気なども上にしていただくことで、オンにしていただくことができます。はい。で、ここがね、なんか、チェッカーフラッグみたいな感じのね、大理石みたいな感じで使われている廊下となってます。で、こちらにエアコンのパネルがありまして、シェードとかね、ちょっと開けちゃいましょうか。はい。あ、これでね、開く感じです。いやー、このパノラマ、今日ね、あいにくの天気なんですけれども、めちゃめちゃね、天気良かったら最高だと思います。すごいパノラマビューじゃないかなと思います。で、入っていただいてね、すぐこちらがミニバーのね、コーナーとなってまして、品揃いもね、豊富ですね。桃とか、みかんとか、柚子。そしてね、こちらのワインだったり、ハイネケン、獺祭などもございます。コーラとかね。はい。で、こちらがネスプレッソのマシン。ポーションがね、なんか新しい感じのやつでね、使ったことないですね、これね。はい。で、お水はね、瓶ですね。で、ここら辺に、多分ね、緑茶かな？はい。はい。ということで、こんな感じでね、お茶っ葉が、入ってございます。緑茶です。で、急須だったりとか、湯飲み、ジャーマンがね、めっちゃ可愛い。おチョコみたいな感じ。日本酒飲み、これ日本酒なのか、獺祭飲みようかな。はい。で、足元の方は、こういったね、お皿類とか、グラス。グラスなんかも、こういうね、感じでいいじゃないですか。で、デロンギ製の電気ケトルとアイスペール。そしてこの上も、はい、ロックいただきたいぐらいのね、グラスとなってますね。ワインオープナーとかも、なんかね、見てね、もう良さそうな感じのものですね。はい。これなんだろう。なんか、こうやって挟んで開けるやつかな。はい。そして、こちらにコーヒーポーション。このコーヒーポーションね、使ったことないな、ネスプレッソの。はい。で、お砂糖とか、おやつがあったりとか、はい。あと TWG の紅茶。はい。で、ソフトドリンクとか850円とかね、そんな感じの価格帯ですね。ジンとか1700円とか。まあ、そんな感じです。はい。これがね、ミニバーのコーナーとなっております。で、入っていただいて、ソファーがね、このようにありますけど、うわぁ、本当にね、見てください。めちゃめちゃね、なんかシックで高級感ね、ある感じ。見栄えがね、めっちゃいいですね。こういったね、クッションの刺繍などもね、一つ一つね、かなり丁寧な感じしますよ。はい。で、間接照明がね、あります。で、テーブルと、ウェルカムおやつ。美味しそうなね、チョコレートサンド。これ、レイ君喜びそう。ハニーショコラサンドリープ。めっちゃジュッスリ。で、ルームキーとかね、こういうタイプになってますね。ウッドです。かわいいです。はい。で、空気清浄機とかね、ございます。で、左手、テレビ。これもね、角度は、自由にね、変えていただくことができるテレビとなっております。もうね、こういったクッションも全部ね、統一性があってね、かなりいいですね。で、リモコンだったりとか、ブラインドのね、コントローラー、リモコンもございます。はい。すごいですね。で、ここにコンセントが2箇所と、LANケーブルございます。で、空気清浄機。そして、これがバスルームのね、電気。はい。ここシェードとかもね、ここで開けられるんでしょうかね、チルド。はい。ちょっと開けてみましょう。お、電話です。はい。今ね、電話がかかってきまして、明日ね、16時までレートチェックアウト OK ということで、いただきました。ありがとうございます。はい。ではね、戻りましょう。で、こちらボタンを押していただくと、お風呂のね、こちらのシェードもコントロールしていただくことができるという感じですね。なんか難しいですね。はい。どこが上がってます？上がってる。はい。こんな感じでね、ちょっと時間かかりそうですけど、上げていただくことができます。はい。そして、これがね、バスルームとなってますけど、シャワーブースですね。レインシャワー、こんな感じ。はい。これもね、ゴールドなのかな？シルバーなのかな？ゴールドっぽい。結構高級感ありますね。で、こちらの、ボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプーとありまして、これもベルスター東京とね、入っておりますけど、BS シャンプーと書いてあってわかんないです。メイドインジャパン、ウェルネスアリーナ。どんな匂いするんでしょうね。気になりますね。で、こちらもね、右に回していただくとレインシャワー、左でハンドシャワーとなってます。はい。まあ、水圧はね、新しい建物ですし、申し分ございません。はい。で、こちらのね、
バスタオルなどにもきちんとね、ベルスター東京ということで入っております。最高です。はい。で、こちらがね、お手洗いという感じですね。はい。お、自動で開くタイプです。ウォシュレット。あ、これもなんかめちゃめちゃおしゃれですね。ここも開けていただくことできるんでしょうけど、開ける必要ないですね。ここになんだろう。お、なんで開くんだろう。なんか開けることができます。はい。で、こんな感じでね、石鹸などもありまして、全部ね、やっぱりゴールドですね。いやー、高級感ありますよ。ブラックとね、やっぱゴールド合いますね。で、コップとハンドタオル、そしてティッシュと、これがね、面白いんですよ。バスソルト。はい。で、バブルバスとかね、ボディローション等がございます。で、このボックスがね、すごい。あ、シャンプー一式になってる。追加のね、アメニティだ。ドーン、すご。バスソルトなども全部一式でね、置いてございます。これは嬉しいですね。最高じゃないですか。はい。で、足元の方には、ここはね、空です。で、こちらが、ドライヤー。すごいなんかね、高級感ありますね。すべてにね、高級感が感じられます。ちょっとね、開けてみましょう。はい。おお、なんだこれ。ドライヤーにつきましては、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。これなんだ、マグネット製。すごいおしゃれ。なんかマグネット製のね、ドライヤーは見たことありますけど、これはね、見たことない。結構おしゃれ。なんか風が細そうな感じしますね。はい。で、こちらの上には、はい、スキンケアセットがもうあったりしますね。いいじゃないですか。で、コットンとか歯ブラシ。これ外国っぽい感じですね。はい、ブラシとか一通りございますね。シェービングジェルとか。はい、いい感じです。いやー、すごい。こんな感じですね。そして、こちらのね、バスタブです。いや、円形でこれはね、ゆっくり過ごせそうじゃないですか。先ほどのね、2ベッドスイートよりも、このバスタブは、断然こっちの方が好きですね。はい。やっぱりね、あのスタッフの方もこっちの方が実はおすすめですということだけね、あるなというふうに思います。はい。こちらもね、ビューバスで最高のビューです。で、こちらね、コンセントはここにあるという感じですね。はい。で、ベッド周りもね、この下の絨毯も非常におしゃれな感じ。はい。いやー、ここもね、なんか、いい感じですよね。味出てますね。で、間接照明があって、はい、ライト調整できます。で、こちらにですね、Bluetooth のスピーカーがあって、あ、変換プラグとかも刺さってますね。で、USB-A が1箇所と、ナイト、リーディングマスターとございます。ここら辺は開かなそうですね。はい。で、反対サイドですね。こちら照明が、こちらもあって、調光ね、調節できます。で、こちらコンセント1箇所と USB-A と、ここら辺もね、はい。いろいろ、リビングルームとか全部ね、照明は調節できるという感じです。で、こちらにもね、ゴミ箱がございます。これは何でしょう？あ、メモとかですね。はい。こんな感じです。ということで、本日はね、こちらのジュニアスイートルームの方に一泊させていただきます。ここもね、和のテイストですね、完全に。こんな感じで、襖みたいにね、閉めていただくことできるんだ。これもまた雰囲気がいいですね。こんな感じ。すごくないですか？ね、めちゃめちゃおしゃれな感じします。はい。本日はこちらに一泊させていただきたいと思います。いかがでしょうか？はい。そしてね、取り忘れてましたけど、収納スペースですね。まあ、こんな感じの、フード付きのね、バスローブがあって、結構ね、おしゃれな感じなんですよね。なんか、リゾート地で着れる感じのね、プールとかね、ある感じですけど、ないんですよね。で、こういったね、傘なども、ございますという感じですね。おしゃれ。で、アイロン台があって、アイロン。で、ヨガマットとかですね。ハンガーとかもね、こういう感じです。で、多分ね、ルームウェアね、撮ってなかったと思うんで、はい。ルームウェアベルスター東京ということでロゴが入ったね。これは、ワンピースタイプなのかな？なんかワンピースタイプ、あ、セパレートですね。セパレートタイプのルームウェアとなっております。からです。そして、
こちら側が、セーフティーボックス、セキュリティボックスと常備灯がね、このようにございますという感じです。ちゃんとアクセサリーとかもね、入れていただくものがございますね。で、こちらの上に、スリッパ。はい、ございます。そして、シューブラシと、シューシャインとかね、シューバッグなどもございます。ちゃんとね、このレザーケアキットなどが置いてある。すごいですね。しっかりしてます。はい。ここはね、ちょっと取り忘れておりました。はい。そしてね、主流となりましたけど、テレビの方にね、案内がありまして、ホテルのね、まず総合案内などがございます。こんな感じでね。はい。客室であったりとか、はい。プレミアとかね。そしてスイート。ベルスターの、ペントハウスなどね、見ていただくことができます。ページね、めくっていただくことがね、できますね。はい。で、フロアガイドとか、滞在中のサービスとかね、チェックイン、チェックアウト、貸し出し品などもね、見ていただくことができます。ノンフェザー掛け布団とか、はい、お子様用の歯ブラシとかスリッパなども、ご準備いただけるみたいですね。はい。で、客室内コーヒーのご案内とかね、セーフティーボックス、コンシェルジュサービスなどもございます。レストラン予約とか、ベビーシッターの手配だったりとか、はい、こんなところまでできるみたいです。あと、レストラン、バーとか、インルームダイニング。インルームダイニングのね、メニューなどもあります。朝食につきましてもですね、インルームでね、オーダーすることもできるみたいです。料金は変わらないです。でもね、せっかくなんでレストランでね、お願いさせていただきました。で、レストランのバーとかですね。これだけありますね。バーもありますし、天ぷら、鉄板だったり、お寿司とかね。はい、ございます。はい。ということで、いろいろね、ぜひ見ていただければな、というふうに思います。ジム、スパのご案内等もございます、という感じです。はい、こちらグルーヴ新宿さんにね、今宿泊してる方からですね、いつもお世話になってますけど、見させていただいております。こちらがね、プレミアムキングというお部屋ですけど、でも結構なんか使い勝手、デスク前とか結構好きな感じですね。マーシャルの、スピーカーがありますよ。いい感じじゃないですか。はい。で、こちらがね、バスタブ。ちょっとね、アメニティとかもね、違いますね。はい。でも、レインシャワーとかもね、あって、使い勝手は良さそうじゃないでしょうか。こちらね、38階中37階ですけど、めちゃめちゃ、ね、ゴジラ上から見れますよ。いいビューじゃないですか。いい感じです。本当にね、明るくて。こっちは新国立競技場とかも見えますんで、なんかイベントがあるとき花火とかもね、見えるんじゃないでしょうかね、ここら辺だと。いい感じじゃないです。こちらがね、ジムみたいなんですよね。結構ね、難しい場所にあって、ここに入って出ると、ここになるんだ。グルーヴ新宿のこっち側になるんですね。で、ジムがグルーヴ新宿と共有みたいな感じですね。なるほど。はい。ジムはね、こんな感じでございます。ここはグルーヴ新宿と共有のジムっていう感じなんですね。こんな感じです。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度上がっていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度の方出ました。ダウンロード下りが 23Mbps、アップロード上りが 24Mbps で、Wi-Fi 速度としましては 229Mbps 出てますので、Wi-Fi 速度は速いんですが、インターネット速度はね、思ってたよりはそんなに速くないかなという印象です。ただですね、今、有線でね、LAN ケーブルで PC は繋いでおりますので、比較的ね、こちらの方はサクサク安定してるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですね、本日開業のこちらですね、ベルスター東京さんの方にお邪魔させていただいております。先ほどですね、知人の方もね、開業日ということで、ホテル、グルーヴ新宿さんの方にね、行っておりまして、ちょっとね、お邪魔させていただいたんですけど、人はね、全然違います。やっぱりね、こちらのベルスター東京さんの方が非常に、落ち着いてるという感じです。で、今のところですね、やっぱりね、非常にいいです。いい印象を持っておりますが、ただね、それなりのね、相応の、料金というところでございますので、いいですけど、そうだよなっていう感じでございます。今のところね。だからちょっと明日とかね、これから過ごさせていただいて、それを上回るものになるのか、相応というかですね、当然いいよねという感想になるのかというところがどういうふうに分かれるのかなっていうのが、私自身もね、非常に興味深いなというところです。
まあ、ただね、開業日ならではのですね、なんつうんですかね、一悶着というかですね、なんかトラブルっていう感じはね、特になかったです。まあ、あとですね、今回は GHA を利用してですね、GHA ディスカバリーというですね、まあ、ステータス、ホテルの、なんていうんですかね、予約サイトみたいなね、予約させていただいてまして、まあ、ツタンステータスを保有しているので、まあ、2段階のアップグレードであったりとか、アーリーチェックイン、レートチェックアウトなどですね、まあ、恩恵が受けられるというところもあってですね、今回はですね、それがね、きちんと適用されておりまして、まあ、先ほどね、見させていただきましたけど、この2段階上のですね、2ベッドデラックススイートというお部屋も見させていただきました。で、まあ、スタッフさん曰くですね、まあ、そちらと見比べていただいて、おそらくね、こっちの方がいいと思います。こっちの方がおすすめですということで、まあ、今回結果的にはこちらのね、ジュニアスイートルームにそのままお願いしますということでダウングレードしていただいたという感じなんですけれども、まあ、2ベッドデラックススイートルームはですね、まあ、やっぱりね、広いんですけど、ただどうしてもね2ベッドルームあってですね、このお部屋とね同様のサイズのキングベッドが、置けるぐらいのお部屋がね2つあるので、どうしてもリビングがね狭くなってしまう。だからまあどうしてもですね人数が多くて、まあ、ベッドがね2台欲しい、2ベッドルーム必要だという方に関してはやっぱりあちらを利用するのがいいのかなというふうに思います。料金的にはね、そちらの2ベッドデラックススイートルームは26万円とかですから、まあアップグレードしてもらった方がなんていうんですかね、コスパがいいというかですね、恩恵、なんだろう、お得感はね受けられますけど、まあ、実用性で考えるとバスタブもねこちらの丸いねバスタブで、天気が良ければこれ正面がね富士山も見ていただける、ビューとなってますので、非常にねこのパノラマビューを楽しんでいただくのはやっぱりねこちらのジュニアスイートルームとかの方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、タウンダウンサービスなどもね、これから入る予定もありますので、まあ、ちょっとね、ご飯どうしようかなという感じですけど、まあ、やっぱりね、歌舞伎町ということもありますから、この東急、歌舞伎町タワーで、食べるのも、もう全く困らないですし、当然ね、この周辺で食べていただくのも全く困らないですし、まあ、当然ホテルの中でね、いただくこともね、可能でございますので、まあ、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。あとね、チェックインの時に気づいたんですけど、ここね、東急歌舞伎町タワーっていうバスターミナルになってまして、成田、羽田からのね、シャトルバスがなんと止まるんですよ。ですから、まあ、逆に言えばここから出発してね、空港に向かうこともできますので、まあ、よりね、やっぱりインバウンドの、お客様層としては、やっぱり非常に使いやすいんじゃないかなと思いますし、まあ、逆に地方からね、来られた方でも、そのまま空港にね、行って、これから帰るんだっていう方も、まあ、非常にね、めっちゃかぶってますね。楽しめて、非常にアクセス的にはいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まぁ、ちょっとね、ようやく、もうだいぶ暗くなっちゃいましたけど、一段落させていただいて、夕飯食べに行ってこようかなと思います。ちょっとまたね、散策しに行こうかなと思います。まあ、ただね、結構ホテル内の、なんていうんですかね、スポット、写真スポットとか、撮れ高スポット的なところは、思ってたよりは少ないかなという印象を持ってます。なんかね、プールとかあったりするともっとね、良かったんじゃないかなという気はしますけど、なかなかね、この一等地のところでそれだけの面積を取るっていうのも厳しいのかなっていう感じはありましたね。はい。ということで、今のところね、いい感じでございます。歌舞伎町タワーの方にねご飯食べに行きましたけど、めちゃめちゃね賑わってていい感じですね。楽しいです。はい、こちらね夜パフェのお店などもございます。
今ねお部屋の方に戻ってきまして、タンダウンとかもね入ってました。お水はね足されてましたが、コーヒーポーションだったりとか、TWG のね、紅茶だったりとかはね特に補充はなかったかなという感じです。まあ言えばね補充してくれるのかもしれないですけど、自動でね補充してくれるってことはなかったです。でレイ君がお風呂ね入りたいというので、ちょっとねお湯沸かしていきたいなと思います。はい、ということでお風呂ね沸かしていきたいなと思います。夜景とかもねめちゃめちゃ綺麗、晴れてたらねこちらの方に富士山がね見ていただけるみたいなので、明日ね晴れたら最高だなと思います。楽しみです。はい、ということですね、今戻ってお風呂の方ね入ってきました。バスタブねめっちゃいい感じ、しかもね明日なんとなくなんか天気ね良くなりそうなので、なんか富士山とかも見えるんじゃないかなということで、めっちゃね楽しみです。このねあのルームエアもめっちゃいい感じですし、なんといってもねこのバスローブがねめっちゃいい感じ、このフードもついてて、別にねこのホテルあのプールとかもあるわけじゃないんですけど、なんかねプールとかあのまあスパがあるからなのかな、まあ、スパでもフードいらないですよね。これめっちゃいい感じですよ。はい、これははいめっちゃいい。はい、ということであの大満足でございます。で今日ね、あの、夕飯につきましてはですね、まあ、初めてね、こちらの方に来てですね、あの、東急歌舞伎町タワーさんの方にも、まあ、初めて来たということもあったんで、ちょっとね、覗いてみたらめっちゃね、楽しそうだったんで、ついね、あの、お店入ってしまいました。各ね、地域の東北だったり、大丈夫？各ね、地域の東北だったりとか、北海道だったりとか、なんかね、ご当地もののね、あの、居酒屋があって、海鮮丼食べられたり、牛タン食べられたり、福岡とかのね、鶏皮の焼き鳥食べられたりとか、そして緑茶杯飲んでビール飲んでとか、もう日本酒もあってね、めっちゃいい感じでしたね。ついついね、吸い込まれてしまいました。ちょっとね、明日も、ホテルグルーヴ新宿さんの方に宿泊させていただくんですけど、すいません。多分ね、また下の方で食べようかなっていう感じはするんで、めっちゃね、面白い感じで、外国人も好きですし、日本人もね、好きな感じだと思いますんで、まあ、現金カードもね、使えますから、ぜひそちらもね、利用してみていただいてはいかがかなと思います。まあ、ホテル宿泊しなくても当然ね、東急歌舞伎町タワーの中に入ってますんで、ぜひご活用いただければと思います。結構ね、今のところいいですよ。いい感じ。はい。まあ、明日の朝食もね、めっちゃ楽しみです。ということで、今日もね、ちょっとゆっくり休ませていただいて、これからね、22時半からまたライブをお届けさせていただきますので、そちらのアーカイブにつきましては上の方にリンク出しておきますんで、よかったらね、そちらもアーカイブご参照いただけると嬉しいです。ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。下にスタバもあるんでね、いい感じです。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。ベッドもね、結構広くてですね、レッくんとね、並んで寝ても、3人で寝ても全然広いっていう感じですね。で、硬さもね、結構、個人的には好みですね。いい感じでした。はい。で、今ね、もう8時回るところです。今日は、ちょっとね、晴れるのかなとは思っていたんですけど、雨は降ってないんですけどね、結構ね、やっぱ曇ってて、富士山とかはね、ちょっと見ることができないような状況なんですけど、チェックアウトするまでにね、天気が回復してくれて、ほんのね、一瞬でも見れたらいいなって思ってたりしてます。ということで、ちょっとね、準備を整えて、これからね、朝食の方、食べに行きたいなというふうに思います。行ってまいります。はい、朝食会場はね、45階のベルスターレストランとなっております。こんな感じでね、なんかちょっと半個室みたいなブースなんかもあって、いい感じじゃないですか。こちらがね、レストランベルスターとなってます。キッチンが結構賑やかな感じですね。朝食メニューね、やってきまして、最初に、ね、オレンジジュースがね、届いて、あとはね、ホットの飲み物をね持ってきてくださるということですね。でヨーグルトとか各種卵料理とかね、選んでいただくことができます。今日はねフレンチトーストなどをね、オーダーさせていただきました。はいはい、ということですね。こんな感じでサラダだったりとか、フルーツヨーグルト、そしてね、パンの方が
届きました。やっぱり、ね、綺麗おしゃれな感じですね。はい、じゃあ、ね、いただいていきます。サラダもなんかめっちゃおしゃれな感じですね。ロワッサンすごいね、パリパリそう、うまっ、カリカリのふわふわ、うまっ、バターもめっちゃ染み込んでますね、うまい。はい、じゃあ続いてね、このブリオッシュみたいな、なんかミニ食パンみたいなやつね、いただいていきます。バターね、たっぷりいきたいですね。バター美味しいかどうかも結構重要ですよね。いただきます。うん、バターうまっ、うまい。はい、こちらに妻の方のメインディッシュでオムレツがね、来ました。中身はね結構選んでいただくことができますし、プレーンもね可能という状況です。でトマトケチャップとオニオンソースを、ね、選ぶことができまして、こちらオニオンソースを、ね、チョイスしております。はい、そして、ね、私の方はフレンチトーストをねオーダーさせていただきました。美味しそう。付け合わせの、ね、ソーセージとか、こちらの温野菜などもございます。そしてねフレンチトースト用にメープルシロップと、クリームチーズ、はい、クリームチーズいいですね。いただいていきましょう。はい、じゃあねいただいていきましょう。まずソーセージ、うん、ま、はい、そしてねメープルをたっぷりかけてねいただいていきます。そしてねクリームチーズも食べていきます。美味しそうですね。すごい滑らか。いただきます。カリカリポンポンでさ、手をソースさ、うん、めっちゃ甘い。クリームチーズ感はあんまないかな。うん、まあ、はい、そしてねオムレツオニオンソースで炒めていきます。あ、めっちゃオニオン美味しい。濃厚なねオニオングラタンスープをかけるみたいな感じですね。はい、こちらがねバースペースという形になってます。でバーがねこういう感じですね。夜はね結構ムーディーな感じになるんじゃないでしょうかね。はい、いい感じです。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね朝食美味しかったです。今ね、お部屋の方に戻ってお風呂も入って、まあ、リフレッシュしたというところでございます。まあ、朝食につきましてはですね、まあ、個人的にはねやっぱりビュッフェが、個人的には好きなんですけれども、質がね、いいお料理を出されて、いただくことができたという印象です。一つ一つですねサラダも美味しかったですし、蜂蜜だったりとかいちごのジャムだったりとかなんかねバターとかもやっぱり質がいいものをね使ってるなっていうのが感じられる、朝食でございました。オムレツだったりとかフレンチトーストだったりとかね、非常に美味しくいただくことができました。まあただね個人的には朝食、まあレストランの会場自体がね座席数が多分ね58、60弱ぐらいだったと思うんですね。で客室がそれに対して94とか98ぐらい、あるホテルなんですけれども、まあ、レストランをね、見たいとか、そういうものがなければ、眺望はね、正直そんなに変わらないので、ディナーでね、レストランを利用していただいて、朝食につきましてはね、お部屋で、インルームダイニングを選んでいただくことができますので、インルームダイニングでゆっくりね、朝食いただくのが、個人的にはね、おすすめじゃないかなと思います。まあ、これね、ホテルによっては、レストランで食べるとビュッフェだし、お部屋だと、セットメニューになるっていう場合はね、私はもう迷わず、レストランの方に行ってビュッフェをいただいちゃうんですけど、まあ、インルームであっても、レストラン会場で行っても、セットメニューであれば、インルームでゆっくりするっていうのはね、個人的にはね、一押しでございます。はい。まあ、ちょっとね、ケースバイケースでね、考えていただければいいんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、一応ね、総合的にですね、こちらのベルスター東京さんね、開業した日に、ジュニアスイートルームということで、まあ、幸いなことにですね、GHA のね、特典でですね、まあ、2つ上の、お部屋のね、アサインもいただくこともできましたけれども、まあ実際にね、見させていただいて、ジュニアスイートと2ベッドルームデラックススイート、まあ選ぶっていうことがね、できて本当にね、光栄だなっていうふうに思いますけど、まあこれは本当にね、空室状況によりですから、必ずね、アップグレードされるとか、必ずレートチェックアウトが受けられるというものでは当然ございませんけれども、まあ、受けることができてですね、で、スタッフさんの方は、まあ多分ね、ジュニアスイートの方が使い勝手だったり、眺望とかもね、おすすめですよ、ビューバスですよっていうこともおっしゃっていただいた通り、見させていただいて、結局ね、このジュニアスイートに、
落ち着きましたけれども、このジュニアスイート、まあ、もしくはね、一つ上のデラックススイート、価格差はね、多分1、2万円ぐらいなので、このいずれかが、コスパはいいんじゃないかなと思います。普通のね、プレミアムスタジオとかでも、やっぱ10万円ぐらいするんですよ。その差っていうのがね、多分ね、2万円、3万円ぐらいで、今のところ推移してるので、まあ、2万円、3万円ぐらいって言ったら、まあ、あれですけど、結構大きいんですけど、まあ、それでスイートになるんだったら、スイートにしてもいいかなっていう感想はね、個人的には思ってます。これがね、今後、幅がですね、乖離が大きくなるっていう可能性は十分あると、個人的には思います。プレミアムキングとかがね、通常の今のね、9万円とか10万円ぐらいで推移して、ジュニアスイートが16万円、17万円ぐらいになって、さらにスイートがね、20万円ぐらいになって、2ベッドルームの方も、まあ、平米数はそんな変わんないんですけど、やっぱり、人数がね、多く宿泊していただくことができるっていうことを考えると、やっぱり26万、30万ぐらいっていう設定もね、まあ今のこのインバウンドというか、東京のね、宿泊料金がどんどん高くなっているという状況下を鑑みると、可能性はね、まあそうしてほしいっていうわけではないです。そうなってほしくはないんですけど、可能性としては十分ある、お部屋なんじゃないかなというふうに思います。まあちょっと今料金的な話をしてしまいましたけど、まあ、総じてですね、サービス面であったりとか、クオリティ、お部屋の感じとかは非常にね、いいです。まあ、ただしですね、コスパはね、いいホテルだと、言えるホテルかというとそうではなくてですね、それなりに、支出は伴うけれども、当然にいいサービス、いい客室のサービスをね、受けることができるというホテルじゃないかなというふうに個人的には思います。まあ、ちょっとね、判断がもうなんかね、バグってしまってる感じですけど、今のね、ただね、先ほど申し上げた東京のね、インバウンドの今の宿泊料金から見ると、気持ちなんかね、比べちゃうとね、割安感はひょっとするとあるって言ってもしまうのかなっていう気もするんですよね。うん、難しいところです。もう、止まるんだったら、これから価格上がるっていうことをね、考え、多分ね、価格上がると思います。個人的には、予想では。なので、今ぐらいでも高いけれども、今のうちに止まっといた方が、今後ね、高くなった時に、あの時の価格でやっぱ泊まっとけばよかったなと思うホテルじゃないかなと個人的に思いますので、まあぜひね、早いうちにご利用していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。早いうちにね、ご利用していただくことをお勧めします。で、今日はね、このままチェックアウトをね、させていただいて、まあ16時まで幸いレートチェックアウトいただいてますから、お部屋のチェックアウト前にですね、次はね、この会社となります、ホテル、グルーヴ新宿さんの方にね、宿泊させていただく予定となりますので、まあそちらの方もね、またお届けできればなというふうに思います。まあ結構ね、ライブとかでもお話ししたんですけど、このベルスター東京さんと、ホテルグルーヴ新宿さんでですね、まあやっぱりね、泊まってるお客様層が結構異なって、外国人の方、ファミリーの方はどちらかというとグルーヴ新宿さんに、多くいらっしゃるのかなと思います。まあ、ひょっとすると客室数とかもね、あっちの方がやっぱ多いということと、まあ、何よりやっぱり価格差ですね、大きいと思います。まあ、ただね、ベルスター東京さんはやっぱりこういったキャピトルホテル東急さんとかの雰囲気、フラッグシップに近いようなやっぱり雰囲気のイメージなのかなというふうに感じますし、グルーヴ新宿さんとかだとやっぱりカジュアルで、まあ、音楽とかね、ライフスタイルホテルとか、まあ、そんな感じの、ね、部類になって、まあ、結構コンセプトとかカテゴライズは結構違うのかなというふうに思います。まあ、両方ね、楽しんでいただけるホテルじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、ぜひねホップして楽しんでみていただくっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、宿泊ね、開業日レビューということでさせていただきましたけど、まあ、こちらのね、動画を見ていただいて、まあ、参考にね、少しでもなれば幸いです。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram の方もやってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、そしてね、何よりも励みになりますんで、活動のね継続をするためにもですね、皆さんの高評価ボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。今ねちょっと天気もね回復してきまして、あちらにねスカイツリーが見えますね。だから天気が良ければ富士山も、ね、絶対見えます。はい。